はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。今日の午後からの作業ですけど、とても今日一日いい天気なんですけど、午前中はあの工作保基地に行って、なんとですね、常用草刈り機ヘイマサオが壊れました。やっぱかなり負担が大きかったんですよね。まあ、ちょっとゆっくり行ってたんですけど、やはりこう株が大きいということで、まあ狩り場のシャフトのところのピンがあの折れて、で折れた弾みでシャフトが抜けて、あのそのシャフトがワイヤー系に全部絡んでワイヤーが切れたっていうのがあるんで、まあピンはあの折れるようになってるらしいんですけど、やはり結構負担が大きかったようですね。ということで、まあそこの耕作放棄地のあのススキはヘイマサオではちょっと負担が大きいということです。まあ、あとはあのヘイマサオの方はの農機具屋さんに連絡して、ちょっと修理に出しました。ということで、午後からは、このここ理学の里へ戻ってきて、先日上げた動画でこの理学の里大改造計画ということで、まず第1弾、ここのこの水車ね、水車の下に素晴らしい池があるんです。そこがねもうえらいことになっちゃうけん、それを今日は池に戻す作業をしていこうと思います。今日は中の土を取ってきれいにするぐらいかなと思ってますけど、午後からはその作業をやっていきます。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。では早速池の再生やっていきましょう。はい、これですね。これなんかな、水草かな、これこれが結構もうはびこってて、まあ池に戻すには無理なんで、まずこれをクワで全部かき上げて、で綺麗な池にしていこうと思います。景観がいいんですよね。ここは水車があって、でここに桜の木があるんで、すごくね景観がいいんで、この下がこんなんだから景観が悪くなってるっていうのがあるんで、まあこれを綺麗にしていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。最初はどんな感じかわからんから、クワでちょっと掘ってみましょう。おお、これは水が溜まっとんの。これうわー、えらいこっちゃな、くせえわこれ。あ、くせ。こらいかん。こらいかんで。結構くせえな。ちょっとクワじゃ歯が立たんから、これ持ってきました。これで取っていこう。くっせーわこれ。くっせ、
これは何かな、ハスの花かな、ハスの花っちゅうのこれ、それが枯れちょんのかな、花ごとようわからんけんな。ちょっとアップで見てみる。これこれ何これ、これこれな、くせえんよな、くせえんよこれ、くせえわ。ちょっと水溜まっちゃうのどうすればいいんかな、これどうやって抜けばいいかな。まあでもとりあえずこれをどけんとわからんわな。まあくせえけど頑張っていきます。これがよきじゃろ。あ、そうなん。知らんけど。ナタじゃねえの。ナタかな。これは水抜くのややこじゃねえな。そうじゃ。すんな。どけやっちゃ。で、まあでもこれぐらいけんバケット。あ、いやもうバケットついちゃうけどな。ああ、何買うの。え？何買うの。金魚。錦鯉じゃん。500万ぐらいするやつ、こじきな。アマゾン、こじきな。アマゾン、売りようらわ。あ、売りようかもしれんな、鯉とかはな。まあ、一服しようや。はい、一服しました。で、あとは、この腐った水な、これを出そうかな。とりあえず、どうやって水抜くかわからんけん、
このバケツで汲み取ってちょっと出していきましょう。よし、結構水なくなったよ。じゃあもうちょっと細かくゴミを取っていきましょう。これはあの昔の鳥よけにこポールに糸を張ってこう魚が鳥から狙われているのを防いでたみたいですね。こういうのもあります。綺麗になりました。ちょっとまだヘドロがあるんで、今度高圧洗浄機を持ってきてちょっと洗いましょう。まあとりあえずはこの中は綺麗にして、であとちょっと周りの汚くなったやつそれだけ取って今日は終了しましょう。はい、なんとか終わりました。いろいろ片付けとかしてたら結構遅くなりましたけど、なんとか終わることができました。どんな感じか近くで見てみましょう。はい、こんな感じで綺麗になりました。ちょっとねまだヘドロっぽいのが残ってるんで、一度高圧洗浄で洗おうかなというふうに思ってます。でもあの辺の苔はそのまま残して、この底だけは綺麗に洗って、こういう石もあるんで、まあ、中に入れて、まあ、魚が住めるような場所を作ろうかなと思ってます。で水はこの水車から引こうと思ってます。で今引けるように、実はもともとこの水車から引けるように水を汲んで、ここの
問いに落とすようになってるんですけど、組むやつがこれこれ1個2個2個しかなくて、組むやつがで、それも水を汲まないってところね。なのでこっちに水が落ちてこないんですよね。でそこの問いもなんか詰まってるみたいなんで、そこの整備と、あとまあしっかり整備して、このパイプをこうここにつなげて、でずっとこの池へ入れるようにしましょう。こんな感じでやっていきたいと思います。もう組むやつの修理がな、どうやってやるかだけど、まあちょっとできるかどうか分かりませんけど、一度やってみたいです。これ全部もう組むやつがないもんな、全然ないねんな。どうするんやろ、誰か作ってくれんかなこれ。はい、こんな感じです。あのパイプも竹かなんかで作りたいよね。はい、ということで今日は理学の里大改造計画第1章ということで、古池もうヘドロが溜まって、ハスの花がもうぐちゃぐちゃになって、もう汚くてドブ池になってたんで、これをまずはきれいにしようというところの動画でした。であとはまた高圧洗浄機持ってきて、きれいにして水流をしっかり引くっていうことを次回やっていこうと思います。長い間ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の作業はこれで終了いたします。次の動画でお会いしましょう。